なんかあの愛ちゃんが揉めてて、あれは広末涼子よりもやばいっていう話が出てるんです。福原愛さんは講師の会見後に SNS で母親として何が何でも子供を守るが第一の責任と反論しました。母親という立場で同情を引こうとしている点が広末涼子さんの離婚発表コメントとダブルという声がありますが、広末さんの場合物心ついている長男や次男が自らの意思でママといると選択をしました。しかし福原さんの長男はまだ4歳です。自分の意思を明確に持ってない息子に今の環境を強いている福原さんの方が圧倒的にヤバいという声も上がっています。また福原は台湾の司法に従うが日本の司法には従わないという選択もしている。これまで話題性や過去の栄光だけで甘やかしていたメディアやスポンサーもさすがに今回福原を起用するのは厳しくない。まあもちろん文春にも載ってるんですけど、でも読めば読むほど福原愛さんはやばい人だなとしか思わないですね。なんかまあ裏表があるんだろうなって感じがしますね。表上ニコニコしてるけど裏はよっぽど多分性格が悪いというか歪んでるというか恐ろしい女なんだなって感じがしますね。しかも長男だけ連れてきてるじゃないですか。なんで娘もいるのに娘は連れてこなかったのかなってすごく謎だったんですよ。ただ文春見ると書いてあるんですけど、本当は2人一緒に夏休みを日本で過ごす予定だったらしいんですよ。要は去年からもう1年間返してないってわけですよね。去年の夏に夏休みを日本で過ごさせようと江さんは、相手に預けようとしたんですよね。まあ離婚後ですよ。離婚成立した後ね。そしたら想定外の出来事が起こった。空港で突然長女がパパと離れたくないと言い始めた。長女の日本行きを断念した福原愛は江と言葉を交わすことなく長男を抱っこしてその場を立ち去ろうとした。そんな姿を見て不安に感じた江は福原はと激しい言い争いになった。騒ぎを聞きつけた台湾警察署が出動する事態となった。これ結構怖いですよね。だって子供2人行こうとしてるのに娘が行きたくないってなったら、じゃあ娘残して長男だけ抱いてそのまま無言で行こうとしてると恐ろしいですけどね。そして1週間が過ぎた頃コウとの連絡は絶った。福原さんはコウさんからの LINE も既読するしオンライン面談も遮断したと。音信不通となってから2週間後福原の匂わせトークが物議を醸し、2人分と見られるトーストと目玉焼きスープなどが食卓に並ぶ写真を SNS に投稿した。台湾メディアでは福原が愛ちゃんが新恋人との交際アピールしていると話題になった。一方でコウはその投稿場所を目にして愕然としていた。だからクズですけどね、やってることね。めちゃくちゃクズだと思いますよ愛ちゃんは。で保全命令ってのを言ったんですよね、日本の裁判所からね。で火災による保全命令とは即時に子供を引き渡しなさいという命じるものだ。この判決は極めて異例だと。日本国内で保全命令が出るのはネグレスト、または子供に暴力を振るうなど子供の心身の健康を乱す恐れがあると見なされたケースです。 DV がとかと一緒ってことですよね。今回は福原さんが海外逃亡し長男の行方がつかめなくなる可能性があり緊急性があると判断されたため保全命令が下されたと。何しでかすか分かんないって話でしょ。子供を隠すために子供を渡さないためにもうどっかまた別の男とどっかの海外に行っちゃうとかね、しかねないっていう判断を日本の裁判所がしたってことだよね。だから分かりますけどね。でもね、あの弁護士のね、あの行列の大渕さんがねでやってるんですね。江さんの方はね、もしかしたら刑事事件になるかもしれないですね、これね。このまま長男の引き渡しが実現しなければ江は未成年誘拐罪で刑事告訴も辞さない構え。だからまあ愛ちゃんは逮捕される可能性があるわけですよ。で愛ちゃんが頼ったのは、で愛ちゃんが泣きついたのはなんとバーニングの須坊さんらしいですね。芸能界のドン、バーニングプロダクション社長の須坊郁夫氏です。須坊氏は彼女を関係の深いプロダクションに預けました。ああどこなんだろう、後で見てみます。ん福原愛、なんか電通スポーツパートナーズっていうところになってるのかな。でもどうなんだろう。福原露出を増やし2022年6月から情報番組やバラエティ番組に次々と出演するようになります。どの番組でも不倫騒動は完全スルーでした。しかし2022年福原は再び
冷静に立たせる。これまたすごいんですよ。なんかね、手紙を出してたんですね。その不倫相手に手紙、だからあれ広末さんと一緒なんですよ。いろいろな人が離れたり興味本位で近づいてくる中で、〇〇はその不倫相手ね、〇〇はいつも変わらずにフラットに接し大事にしてくれました。いつも甘えてばかりでごめんね。また会える日を楽しみにしています、っていうラブレターがね、便箋4枚丸文字で書かれた。〇〇の笑った顔が大好きな愛よりってね。なんでやっぱこういう人たちってやっぱ手紙書く、ラブレター書くんですね。やっぱあの広末さんといいね、愛ちゃんといいね、なんかやっぱこういう、なんだよ、不倫とラブレターってやっぱつきものなんですかね。